ハートフォード公爵は、イギリスの公爵位。過去に2回創設されており、現存するハートフォード公爵位は、サマセット公爵シーモア家の分流である初代、ハートフォード伯爵、フランシス・シーモア・コンウェイが1793年に、グレートブリテン貴族爵位として譲されたのに始まる。本項では、前身のハートフォード伯爵位についても触れる。ハートフォード伯爵くらいの最初の創設は、1138年頃にギルバート・ドクレアがイングランド貴族として譲されたものである。4代ハートフォード伯、ギルバート・ドクレアは、1217年に、叔父から5代グロスター伯爵を継承しており、以降ハートフォード伯爵位は、グロスター伯爵くらいと一緒に継承されたが、7代ハートフォード伯、8代グロスター伯、ギルバート・ドクレアが1314年6月24日にバノックバーンの戦いで戦死した際に後継者が耐えて廃絶した。ついでヘンリー8世の3番目の王妃ジェン・シーモアの兄にあたるエドワード・シーモアが1537年10月18日に2期目のハートフォード伯爵位に叙せられた。彼は1547年1月に即位した甥の幼王エドワード6世の摂政として権勢を振るい、1547年2月16日には、サマセット公爵に叙せられた。しかし、政敵の初代ノーサンバーランド公爵ジョン・ダドリーとの政争に敗れ、1552年1月22日に、大逆罪で処刑され、爵位は剥奪された。初代伯、エドワード・シーモア初代サマセット公の息子である、エドワード・シーモアが1559年1月13日に、新規にハートフォード伯爵に叙されたのが3期目の創設である。その孫である2代ハートフォード伯、ウィリアム・シーモアは1640年6月3日にハートフォード公爵に叙せられ、さらに1660年9月13日には曽祖父の爵位サマセット公爵くらいの復権を認められている。しかしこの第1期のハートフォード公爵位は4代。サマセット公ジョン・シーモアが死去した際に継承者が耐えて廃絶した。ハートフォード伯くらいの方も7代サマセット公、7代ハートフォード伯アルジャーノン・シーモアが死去した際に継承者がなく廃絶しているに継承された。初代ハートフォード公、フランシス・シーモア・コンウェイ公爵家邸宅であるラグリーホール4代準男爵、エドワード・シーモアが5歳レティシア・ポパムとの間に設けた次男、フランシス・シーモアは、1699年に母の叔母の嫁ぎ先である、コンウェイ子爵、コンウェイ家の加盟を加えて、シーモア・コンウェイと改名した。そして庶民議員を務めた後の1703年3月17日に、ラグリーのコンウェイ男爵、1712年10月16日に、コンウェイ=キルルター男爵に叙せられた。その息子である、第2代コンウェイ男爵、フランシス・シーモア・コンウェイは、駐フランス大使やアイルランド総督などを務め、1750年8月3日に、ハートフォード伯爵とビーチャム子爵、1793年7月5日に、ハートフォード公爵とヤーマス伯爵に叙せられた。これにより、ハートフォード公爵家が生まれ、以降彼の男系男子によって継承されてゆく。初代公の息子である2代公、フランシス・シーモア・コンウェイは、1807年に勅許を得て5歳の加盟を加えてイングラム・シーモア・コンウェイに改姓している。しかしその息子である3代公、フランシス・シーモア・コンウェイは改姓していない。3代公の息子である4代公、リチャード・シーモア・コンウェイには子供が非嫡出し、リチャード・ウォレスしかなく、爵位を継承させられなかった。しかし4代公は集めた美術品の多くをこの非嫡出子に残しており、これらは、ウォレスコレクションと呼ばれた。一方、ハートフォード公爵の爵位は、初代公に遡っての分流であり、コンウェイを加盟にしていないフランシス・シーモアに継承された。その孫である7代ハートフォード公、ジョージ・シーモアは、エドワード・シーモアが1923年に、第16代サマセット公爵位を継承した際に、エドワードの曽祖父とその妻は、正規の結婚関係ではなく、したがってエドワードは、諸子の子孫にあたるので、サマセット公爵くらいの継承権がなく、公爵位を継ぐべきは自分であると主張した。この論争と調査は長く続き、貴族院にも持ち込まれたが、2年後にハートフォード公の主張は退けられ、エドワードの16代サマセット公爵位継承が確定している。2016年現在の当主はその孫である9代、ハートフォード公ヘンリー・シーモアである。本邸は、ウォリックシャー・オールスターのラグリーホール。家訓は、信頼と愛によって、現当主の第9代ハートフォード公爵ヘンリー・シーモアは、以下の爵位を保有している。ありがとうございます。